こんにちは、京都の絵描きヨネハンです。本日のテーマはですね、絵を上達させる方法10選ということでお話をしていきたいと思います。それでは早速参ります。1つ目、落書きをするです。誰かに見せるものではなくって落書きをなんとなく日常に取り込みましょう。はい、2つ目、見て書くです。キャラクターとかパッケージ、そこにある置物だったり果物なんかを見て、物を真似て描いてみましょう。3つ目、早く描くです、細かいところはあくまで後回し、フォルムとか、外枠線っていうのを描けるようにしていきましょうということですね、4つ目、ゆっくり描くです、自分がパッと描けない内容のものなんかはしっかり観察して手直しを繰り返しながら描いてみましょう。これがゆっくり描くっていうことですね、5つ目、下書きの時点でこだわろうです、ペンを入れ始めたら消せません、絵の具でもそうですね、なのでまずは下書きで完成に近い状態まで持っていけるようにしてみましょうということです。はい、6つ目ですね、好きな作家を見つけようです。大量の絵を見るってこともね、こうありとあらゆる絵を見るっていうのももちろん大切だと思います。ですが、好きな作家がいるってなればその方の絵をコピーとかね、模写ですね、しやすくなると思うので、まずはそこから始めてみるのはどうかなということです。7つ目、完成させようです。自分のね、今ある時間内に完成させるっていうことです、ある時間でできたところまで、そこまでが自分の実力であるってことですね、その認識のためにもまずは完成させましょうってね、途中で諦めないで完成させようということです。はい、8個目、納得しないものは封印してもいいです。完成させたもののやっぱ気に入らないことっていうのはねあります。その場合は最悪こう写真にね、こうパシャッと収めてもう封印、ある意味はもう捨てるですね、してしまいましょうっていう、諦めるってことですね。はい、9つ目、絵はあくまで色をこすりつけただけのものというふうに把握しましょうです。リンゴを描いても人を描いても何を描いてもですね、それはあくまで言っても画面とか紙にインクとか色をこすりつけただけのものなんですね。あくまでこうそういった像であるってことです。なんで全て同じ価値なんですね。落書きであっても自分がうまくいってないなと思ったとしても、はい、なんで気にしない気にしないということで、覚えておいてもらえたらと思います。はい、10個目、ラストです。自分の理想を持てばいいです。どんな絵を描きたいのか一回整理してみましょうっていう、説明するために描きたいのか、それとも人を感動させるためなのか、物を観察するために絵を描くのか、記録を取るために描くのか、何にしてもですね、自分が求めたものを描けていればそれでいいっていう考え方を持ちましょうっていうことです。ありふれた描き方もありますし、いろんなね絵っていうのが存在しますから、そんな中から自分のワクワクするものがあればそれを選んでそれに近づけるように絵を描いていく、そんな日々を送っていただければ上達するんじゃないかなと思っております。はい、以上です。この動画が参考になれば高評価グッドボタンを押していただければと思っております。また感想とかご相談が何かありましたら、コメント欄の方にぜひ、書き込んでいただければと思います。少し今回長くなってしまって申し訳ありません。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。